今までにやってほしい。ここはハマった。ゼロに入れるゼロ。乾杯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 はい、すいません、お待たせしました。さっきニラそば3つですね。はい、お待たせしました。サンキュー、ありがとうございます。うまい。ゼロせいじゃない。はい、すいません、お待たせしました。肉増しの大盛りですね。はい、どうぞ。もう肉増しがめっちゃ好きですね。どうぞ。はい、すいません、お預かりします。これ、染みてるわ。その場に来たお客さんには、まあ、出来立てのチャーシュー1枚ちょっとサービスしたりとか、どうぞーって今出来立てなんでみたいな感じでやったりしてます。ああ、よちゃんもよかったらどうぞ。大根、うん、ほらもう帰ろうか。基本一人でここはもうやられてる。あ、もうワンオペですね、ここは。なんか重たいですよ、全部が。そうですよね。全部が重たいから、はい、そこがちょっと困ってます。夜は何時に終わるんですか？朝は10時半に来て、はい、で夜帰るのは1時とか、夜中1時。ジローですね。お待たせしました。大盛りになってます。はい、まず薬味の方もお使い。お待たせしてまーす。ありがとうございます。ナイスですね。はい、どうぞ。ごゆっくり。お待たせです。で、こっちが脂身の方なんですよ。あ、2種類あるんですね。2種類あります。
レアチャーシューでやなるように、はい、4時間ゆっくり炊いてるんで、はい、3時半から4時ぐらいに炊き終わるっていう感じで、まあ、そこにその場に来たお客さんには、まあ、出来たてのチャーシュー1枚ちょっとサービスしたりとか、どうぞって今出来たてなんでみたいな感じでやったりしてます。よちゃんもよかったらどうぞ。出来たて、おいしい。ああ、よかった。どうですか。ライクン。お酒にも合うし。もうラーメンとかも 最高ですよ、やっぱ。出来たてのチャーシューでこうね、盛り付けてやったら。お客さんからも、姉ちゃん飲みやとか言われたら、私もちょっとつまみながら、お酒飲みながら仕事してます。大丈夫大丈夫。乾杯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 。ごめんなさい、お待たせしました。はい、すいません。サンキュー。ありがとうございます。ああ。ない味やね、これ。いや、なかなか。ないですね。はい、食べれんですね。ね。はい。まあ、僕このために来てますからね、今日。ほら、もう帰ろうか。私が本当入りたての頃からずっと来ていただいてる方なんで。ああ、そうなんですか。そうです、はい。でもうね、なんかしどろもどろの時から知ってるっていうか。はい、すいません、お待たせしました。さっきニラそば3つですね。はい、俺お腹しし終わってるから食べる。ラーメンの作ってる風味うまい。色のせいじゃない。美味しいですか。めっちゃうまい。めちゃくちゃ美味しいです。一回目見てます。肉増しがめっちゃ好きです。どうぞ。はい、お預かりします。はい、すみません、お待たせしました。中華そば、ラミですね。はい、どうぞ。しかるままに。YouTube。すみません、お待たせしました。中華そば、肉増し。はい、すいません、お待たせしました。中華そばですね。どうも。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あー、危ない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 。はい、どうぞ。
どうぞ、大丈夫ですか。いや、はい、拭いてください。これ染みてるわ。すいません、お待たせしました。すいません、はい、中華そば並みですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ、お待たせしました。いただきます。てか肉増しの中華そばですね。はい、どうぞ、お待たせしました。もうこのやっぱシンプルなやつが僕は一番好きです。どうぞ。お待たせしました。ニラそばですね。はい、どうぞ。はい、最初まかないで普通になんか遊びでこんなん作ってみようって言って作ったやつで、はい、でまあ常連さんのお客さんとかにめっちゃうまいってなったんですよ。出してたら商品化してほしいみたいに言って、で出来上がったラーメンなんで、ニラなんてスタミナがつくからもう元気ない時とか、あ、ちょっと食べとこうかなってめっちゃ思ってます。週3くらい食べます。はい、嬉しい。ウェルカム大阪のバター焼きそば食べていきませんか。オーダーでーす。焼きそばもちっと油かす汁。はいよ。はい、参りまーす。はい、アルコンかい。また来るわ、はい、ありがとう、テルミ気をつけてね、See you! 行ってらっしゃい、終わり。なんか人やばかったね。テンティさん、お待たせしました。さっきこれ油かす汁です。私は日本がとても好きです。とても綺麗で、人々はとても礼儀正しいです。お2階2名様チェックです。はい、こんにちは。こんにちは。完成。はい、こんにちは。お疲れ様でした。はい。終わり。君は生きてる。プレゼント。簡単。じゃあ簡単にね。なんでそんなこと言うの。しましたっていつも書いて、はい、お客さんのいいねをもらいます。いらっしゃい。いらっしゃい。焼きそばいかがですか。湯がきたて焼きそばいいかがですか。大阪のご当地焼きそば売ってます。いらっしゃい。いらっしゃい。焼きそばどうですか。いらっしゃい。お持ち帰りもできるし、お2階でも食べれます。いらっしゃい。こんにちは。焼きそば3人前。3人前。はい、終わりました。これ新玉ですね。新玉さんをいただきます。甘い。甘いのよ。はいよー。
参ります。ソースを3周かけてお箸でよく混ぜてお召し上がりください。はい、いらっしゃい。こんにちは。コロナビール500円。なんでも500円です。なんか人やばかったみたいな。ベンジンさん、お、はい、開いてます。その横からデンジャラスステップを。デンジャラスステップ。お気をつけて。油かす汁です。焼きそばの麺で、湯がきたてのつるっとした麺と、つるってもちっとした麺があるんですけど、違うですか。つるっとした麺か、もちっと。もち。もち、了解しました。オーダーでーす。焼きそば、もちっと。もち。あと油かす汁。はいよ。ウーロン茶。ウーロン茶。緑茶。緑茶。以上です。了解です。で、2名で来た時は出血大サービスで卵をいつも2個入れます。1人で2つ食べてはるかもしれんけど、うん、カリッて揚がってて、この皮をあんまつけずに作るのが美味しいです。これ油かす汁でーす。いっていきます、はい、うん、はい、お待たせです。焼きそばです。私は日本がとても好きです。とても綺麗で、人々はとても礼儀正しいです。ありがとう。お2階2名様チェックでーす。はいよー。はい、オッケー。バイバイ。ありがとう。お店の名前の由来って何なんですか。父親がやってるお店が全部極みって字が入ってて、はい、で、何でもオールマイティに売れるように、はい、極みに食堂で極食堂、けどメインは今は今立て焼きそばみたいな感じで。この島町から出た油で煮なし。これをね、ほらほらほら、これぐらいになったら、えい、ありがとう。ありがとう。袋まとめて
入れてくれて。いい。はい。後から来るわ。はい。気をつけて。今から試合見に行くね。やばー。甲子園行くね。甲子園。やばー。試合6時やねんて。やばー。今からそんなやってみ試合開始寝てるやん。寝てるな。ハロジャパニーズナンバープレイヤー、ベースボールプレイヤー、翔平オオタニ。翔平オオタニ。オオタニ。オオタニ。ああ、オッケー。オオタニはみんな分からんぞ。俺ら、オオタニ分からんやつあるの。ああ、誘拐されちゃった。はい、もっちり。もっちり。じゃあ、ご飯大盛り。はよー。はよレモン入り。はいはい。お前らも飲めよ。兄ちゃん飲むか。あ、あれ、あれはそこ。暑いやろ。なんかいっぱいやれよ。ありがとう。メニューなんか食わへんがな、俺。俺、飲むせん。飲みせん。飲みせんなんですね。いや、この頃は可愛らしいから来るだけ。で、この声はいざ、出るんで通っとるわ。目の白も。YouTuber。ハロバイバーイ。バイバイ。大きい声やるよ。ありがとうございます。バイバイ。歩こうかや。あの頃は変わらへんや。はい、焼きそば上がります。2回か。明日は風が吹くや。明日は明日は。また来るわ。ありがとう、テレビ。気をつけてね。See you。 行ってらっしゃい。バイ。こんにちは。はよ。チョコバナナチュセよ。はよ。ズモ買ってきてすぐもうこうやって凍らしちゃいます。これがこうとろーっとしたのがうまそうですね。はい。頑張れレナ。かき氷作り終わるまでに5人ぐらい喜びこで、水色とピンク。はい。風。はい、らっしゃい。ウェルカム。大阪のご当地焼きそば食べていきませんか。ウェルカム。こんにちは。はい、こんにちは。なんかアスファルトの匂い嗅いだおばあちゃんち思い出すんだけど、わかる。もう初めはもうなんかこれですね。今はもう生意気な。もう姉ちゃん相当食べた。はい。何ですか。シャシ。ハハハハハ。バイバーイ。レース。ありがとうございます。
週末のお預かりお疲れ様でした。君は生きてるプレゼント簡単やけど何学名でねなんでそんなもんって言うよ。一杯ぐらい飲み来るよ。あ、油かすを食べるよ。焼きそばまで食えないよ。あたこれたち。あ、今日天神祭りじゃん。みんな均等になるようにな。お待ちしてます。ありがとうございます。はい、すいません、お待ちどうさまです。どうぞ。卵はこれ絡めた方がいいんだろう、うん、めっちゃ来てました。あ、常連、うん、酢豚美味しかった。ごめん、恥ずかしがりない。俺でも俺顔がでかいから大きさ分からへんのちゃうわ。俺いつまでこれってなかった男の。料理に入れるあの人参な。はい、まあ、見てわかるか。ハートの形にせん。まあ可愛らしいやろ。葉っぱやなんか花するけどな。はい。やっぱそれやったらなんかもう一つお客さんもなんか残しはんねん。俺でも俺顔がでかいから大きさわからへんのちゃうわ。
俺いつまでこれってなかったかとか思ったけど。普通にこなしてもらえたら、プチュッとあれやん。はい。あのね、だから丸まって。さばきづらいけどな。だから、普通の餃子で巻いたらな、はい、スープが入ってるからな、プチューンってなるね。あとはもうこれ、垂れて、最初、食べだけ。いや、もう一箱に2段しかなかった。あ、そう。プレーンかレモンかブドウかパリスを選びます。プレーンで、はい、頑張りました。
弁何やったのか忘れてもらった。ドロ1セット量。ああ、そうです。餃子、まっちゃん、餃子じゃないし。はい。ね、分けるのが大変なのね。あそうそう、お前の方が多いやんけとかなったらいかんやろ、なるべくみんな均等になるようにな、それがちょっと時間かかっちゃうんだよな。なあ、ほんで美味しく見えるように思うとね、整えんとあかんのよ。それがね、どうしても普通のラーメンとかみたいにチャンチャンってこう、チャンチャンって怒られんの。どうしてもかかっちゃうんだよな。はいよ、あまちゃんからね。ドロちゃんとかの名前の由来は何なんですか？ドロちゃんは、まあ、甘ちゃんの甘とかけてんねんけど、はい、ニンニクをするっていうのが、なんか、はい、中国語でドロっていうのを使うらしく、はい、で、まあ、甘ちゃん流行ってるからそれにかけたいのと、あれしてドロちゃんらしい。ドロちゃんなんそうそうそう。そんなん食べ物にドロなんてとか言うの、だいぶ反対してんけど。はいはい。え？パラメな。大丈夫かな。まあでもパラメ好きは好きだと思う。おっちゃんやん、怒られる。お兄さん。手前取って。はいはい、はーい。あ、スライド終わってんねや。 OK。 はいよ、もういく2セットから1個のチャーハンタンティーのミックス。 OK。 はい、緊張してんの。はい、ぬき、ドロちゃん。はい、ドロちゃん、これ普通やん。はいよ、あまちゃん。はいよ。はい、ちょっと失礼いたします。卵はこれ絡めた方がいいんやろ、うん、マジで美味しい。大好きな味や。あ、まあ、帰ってきてよかった。ここら辺に住んでて。あ、そうなんですね。めっちゃ来てました。あ、常連。一番おすすめのメニューは。これドロちゃんです。ドロちゃんです。一個。はいよー、はい、はいよー、餃子りゃーん、はいよー、いたします、餃子です、お待たせしました。おはようございます。ありがとうございます。また待ちしております。ドロちゃん、ドロちゃんセット。はいよ。これは半分だろうな。お待たせすみませんでした。ありがとうございます。ルース。コンビニの食ったのがほんま美味しいの。マサが、ね、好きなんや。あ、そうなんですか。そうそう、だからまかないから始まってるの。起きれ
卵。はい。もうで、ドローは1。ドロー1、セット1。はい。ここへ。卵、これ今。はい。はい。はい。ね、あげれるか。はい。ありがとうございます。おきに。酢豚やろ、酢豚。酢豚、酢豚。酢豚美味しかった。ごめん、恥ずかしがりな。すいません、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。ドロちゃんです。どうぞ。はい、カレーうどん正午飯。あと朝なかったら、あとは飯うまいな。美味しいですね。Thank you. Thank you.
今からここにあの今日のメインメニューというのを出していきます。肉じゃが、麻婆茄子、豚ヘレ肉の一口カツ、ミンチのオムレツ、カニクリームコロッケ、それが今日のメインメニュー。メインメニューも多いですね。そうですね。あのほんで、だし巻き卵、これは先ほど言ったようにもう毎日ね、はい、出してるメニューです。こういうここの、はい、ご存知ですか、はい、あのよく添えてる お芋さん、はい、うん、コフキ芋、コフキ芋って言うんですか、コフキ芋、こう吹いてるでしょ、はい、美味しいですよ、美味しいですよ、はい、そうなんです、うちの孫が、はい、ここの肉じゃがが美味しい言うて。あ、そうなんですか、うん、どうぞ食べていってください。はい、ありがとうございます。もうあのよう見とって、僕があの家の方へ行ったらもう家の方で待っとるし、はい、ほんで家が出てきたらもうすかさずここで溜まって、あの顔こっち向けて催促してるんだよね。あ、ご飯をですか。はい、毎朝ツイッターで、はい、毎朝 あそこ見ながらね、はい、出していくわけです。あ、本当ですね、ヘレ肉だけ。
せです。
いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃい。はい、カレーうどん小ご飯。はい、どうぞ。食べられると思うんだけど。あ、そうなんですね。長番これは豚。はい、お願いします。カレー丼。お兄ちゃん、カレー丼。うん、カレー丼ぶりよね。そうですよね、ほとんど1週間3回とか、毎日ぐらいかなと。毎日なんですね。そう一番おすすめのメニューじゃないかな。あ、確かにカレーうどんおすすめです。お願いします。はい、たぬき。はい、おはよう。
大盛り。うまいな、おいしいです。しました。ありがとうございます。お母さん、これ汁捨ててもらって。サンキュー。週8ぐらいで。週8で。もうリアル。リアル。まあでも昨日も来てるし、その前も。おかずがあんまりなくなってしまってね。僕はここのカツ丼が好きなので分厚くて食べ応えがあるので好きです。失礼いたします。大カツ丼です。Thank you.
三倍つけて一つ食べ込み。大小をつけて。焼き追加のところ。うちはあのつけ天っていうのが一番あの一応看板メニューでやらせてもらってて。カツ丼とかもやっぱり今こういう時代で YouTube でもなんかインスタでも何でもでこうみんながお客さんが発信してくれるんで、それを見てあの若者が食べに来てくれたりとかするんで、結構幅広い年代のお客さんが来てくれてるかなと思います。お蕎麦は食べましたか？はい、食べました。どうでしたか？美味しかったです。お内緒です。かき揚げの天ぷらにミニ牛丼。ごちそうさまでした、はい、どのメニューが一番おすすめでしたか？僕はここのカツ丼が好きなので分厚くて食べ応えがあるので好きです。ちなみにあのどういった経緯でここを知ったんですか？両親がもともと横浜なのでそれで知ってて、そうなんはい、昔からあるので。失礼いたします。大活動です。
願いします。とするとちょっと残念な感じになっちゃうので美味しく食べてもらえるようにしてます。なのでこういうカスみたいなのがどうしても残っちゃうので、ちょっとこういうところとかに入ってるんで、掃除していいってやつですね。さっきの洗ったやつですね。よいしょ。やっぱり愛知県でしか食べれないっていうのもありますので、これが一押しでございます。はい、の池作り完成です。お二人で、もう一人後から来るんですけど、先にネームの見ちゃったんです。席ご案内します。席ご案内します。お客様ご来店です。はい、カグロリサコとかめっちゃ見たい。あれなんかめっちゃいっぱい取り合ってみたいな。最近やっぱり暑いからなのか、お刺身がよく出てくれますね。そうなんですね。特にやっぱり市場の上っていうのもやっぱ強いですね。やっぱり市場からその仕入れたものが上で食べれるっていうのはやっぱり。すいません。はい、お待たせしました。ご種盛りです。あと三種盛りです。焦げてね、ごめん。やばくね。やばい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 。もうこれしますすごい
最高の夏過ごしてきます。ありがとうございます。おめでとうございます。まだすごいいいな。うまい。まだ焼いてない。
炙るやつだから。おお、美しい。ネギ嫌いなの？嫌いなんですか？嫌いなのにめっちゃうまい。乾杯！綺麗ですね。アユ食べる天才かもしれない。天才だ。天才。ありがとうございました。ありがとうございました。